ボールナット式ステアリングの構造図ボールナットとは、歯車の一種で回転力を直線の動きに変換する。リサーキュレーティングボール、またはウォームセクターと呼ばれることもある。現在では、ラックピニオンにとって変わられた機構であるが、ハンドルが軽く、路面の凹凸によるキックバックを運転手に伝えにくい、耐久性も高いというメリットがあるため、 初期のパワーステアリング機構やトラックなどで一般的に使用されていた。反対にステアリングの戻りが悪くダイレクト感に欠けるため、ラックピニオン式に比べるとスポーツ走行等での操打性は劣るというデメリットがある。現在ではクライスラー、ゼネラルモーターズ、メルセデス・ベンツ、スズキなどが一部の車種で採用している。ボールナットの機構は ステアリングシャフトにウォームギアが直接刻まれ、多数のボールベアリングを内蔵したボールナットラックに差し込まれている。このラックには内部にウォームギアに合わせたメネジが刻まれ、外部にはピットマンアームを動かすセクターギアに噛み合うように刃が刻まれている。ステアリングを切るとボールベアリングを介してボールナットラックが上下し、セクターギアを駆動することで車輪の向きを変える。 ボールナットに使用される、ウォームギアは、ボールネジと同様のものである。ウォームギアが、ボールナットラック内部で回転するとき、ボールベアリングが、ウォームギアとラックギアの間を移動することで、ギア同士の摩擦を減らし、ステアリング操作を軽くする効果を発揮する。ボールベアリングは、ウォームギアとラックギアの隙間に合わせて精密に加工されており、ウォームギアの回転に合わせて、ラック内部を動き回る。 ボールベアリングは、ラック集端まで移動すると、ラックに設けられた外部への通路を通って、ギア噛み合い部分から排出され、反対側の通路から、再びラック内部へ戻ってくる。この循環する動きにより、リサーキュレーティングボールと呼ばれる。パワーステアリングが普及する以前は、ボールベアリングによる操作力軽減効果が大きかったため、多数の車種でボールナットが採用されたが、 半面ダイレクトな操作感が得られにくいというデメリットもあり、スポーツ車種を中心にラックピニオンが徐々に普及していき、パワーステアリングの普及とともにラックピニオンにとって代わられることとなった。ボールナットのパワーステアリングはラックピニオンとほぼ同様のもので、高圧のパワーステアリングフルードをボールナットラックに供給することによって、ボールベアリングに圧力をかけ、 パワーアシストを行う。日本車においては80年代の三菱自動車工業の車種でボールナット式パワーステアリングの車種が参見された。ありがとうございます。